画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイライト PS4 版久しぶりに立ち上げました。まあ、ランクリセットはね、もう行われているわけですけども、久しぶりの PS4 版だってさ、スイッチがもうすぐ出るんですよ。スイッチ版のデッドバイデイライトね。まあ、先行のスイッチの体験会ね、日本最速でも参加することができるんで、とても楽しみなんですけど、まあ、今週がね、やはりデッドバイデイライトにちょっとね、ちゃんと触れとこうと思って、で、PS4 版でね、やっております。私の、出演するね、先行の、まあ、スイッチ体験会、一般もね、人も参加して戦うことができるんで、よかったら、動画概要欄から詳細に飛んでみて、応募してみてください。ちょっと数に限りがあるんでね、結構限りがあるんであれですけど、一緒にマッチングしましょう。スイッチ版どうなるんだろうね。で、次回その時にも聞きたいね、来てくれた人にね、どうだったスイッチ版みたいな。できたら家にさ、スイッチを5台並べてさ、で、その家の中でさ、スイッチをみんな持ってさ、対戦してみたいね。昔のファミコンのクニオくんとかが対戦してたみたいな感じでさ、やってみたい。モンハンとかやってたでしょ、みたいな。そんなわけで、大してパークも揃っていないけども、割かしいいのは揃っちゃってる。どっちだよ。ネアです。呪われてる。ボロタイムと、え？何これ？白い！アルビノッシュ見つけた！アルビノッシュの、真っ白い、トーテム見つけちゃった。いや、これがもしかしたら呪いのトーテムかもしれないからね。どうなってんのこれ。たまに非常口とかこうなってる時あるよね。発電機が金色になってたりとか。さてと、探しに行きましょうか。近いですよね。で、都会の逃走術で、座ってる間、結構早く歩けちゃう。で、あとスマ着ね。スマートな着地。まあ、高いとこから飛び降りると、硬直軽減と、そこから3秒間 150% スピード上がるっていうね。また自己治療。持ってきております。カラスが飛んでいる。ここにないのかい？例の呪いのトーテム、倒れたな。今回のキラーはどこのどなたでしょうか？久しぶりのコントローラーだからなんか違和感あるな、やっぱ。こっちでもない。ここでもない。ちょっと助けに行きながら探しましょうか。じゃあここも探しちゃう。違うね。どういうことだ？この先、宝箱ちょっと漁っていくか。でも。前、先に着くか。さてと。誰だ？一体今回の夏の殺人鬼は一体誰だ？近い。どこ？OK、行きます。あ、おしゃれな身。いや、いい。もう、こんな格好ね。たまりませんね。チャイナドレスとか生で見たことないよね。実際。なんか今パチパチ音鳴ったぞ。ここにあるな。私の耳を。よーし、真っ白な、シャレ神戸なんだね。なんだ、アルビノ種の呪いの像を見つけてしまったな。まるであれだよね。セミ？生まれたての。地下の宝箱を漁りましょう。しょうもないところでバランス使ってしまった。スマチャクね。なんか出てきてくれ。いいもんが欲しいぞ。どうだ？ないよりはマシだ。あそこね、オッケー。スー。発電ないスー。ちげえな。誰だ？キラ？ん？
え、ちょっと待って、あ、向こう行ってるね。じゃあここやっちゃいましょうか。一人またダウンしたみたいですね。それ助けに行くか。まだ殺人鬼のね、顔をね、拝めてないから、ね。リージョンリージョンでしたね。久しぶりにリージョンだし、久しぶりにノーマルスキンのリージョン。ついてきてるっぽいね、これ。どっから来る？上から来るか、後ろから来てるっぽいぞ。たまに上からね、ポンと落ちてくる人もいるんでね。追いかけられてんのか、これは私は。新四がぺったりべったり這いついてる背中に。これはつけられてるね。間違いない。ちょっと板のある方向で立ち回っていきましょう。ここも板あるね。まあ、バレてるよな。あら、よっと。倒しとけ。こっちから入っていきましょう。恐ろしい。来てる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 、走ってる走ってる。吐息が聞こえる。うぃー。食らっちゃうね。頭に当ててやる。危ないぞ、みんちゃん。いい格好だ。追われている。こっから、ちょっと奥に行きましょう。乗り越えてくるね。OK。上から降りてくるパターンの方が読めなかったりするから怖いんだよね。しかし、ここに板が2個あるっていう。永遠と回れるんじゃないか、ここ。ここは落ち着いて。そういう返答は聞かないぞ。もう1個先行けそう。あれ、また、もう一個の板、後で使いましょうか。さあ、どういう、あ、こっち上下よし、ちょ、ちょ、まずい。いや、ここにあったわ。よかった。あぶねえ。あぶねえ、ふぅ。距離が縮まってきているじゃねえか。こんなんじゃ映画の紹介もできない。息遣いが聞こえる。あらよ。と見せかけて、こう。そういうことだ。からの、だいぶ私走ってんな、これ。久々のコントローラーでも、わりかし操作できる。ちょっとネアちゃんに新しいスキン買ってあげたいね。そこ越えてくるの。オーケー。残ってるぜ、いたが。よし、ちょっとこの奥には行かないで、離れましょう。あの先は袋小路なんでね、板があったとしてもね、その一枚の板を永遠と回れないので、あの区画はね、ちょっと一回離れた方がいいね。リスキーすぎるね。おっと、何？非常口こんなところある。なんだって。えらいとこにあったな。しかしこの非常口、こんだけ段差あったら絶対足つまずくよね。私最近さ、どうでもいい、何にもないところで足つまずいたりするんだよね。年かな？年だよね、多分ね。というかですけども、カルピスを飲んでたんですよ。うん。で、カルピスちょっと残った状態で、次の日、寝てね、次の日の夕方ぐらいにね、あのとこ空いたなと思って、水でも飲もうと思って、机に置いてあったその紙コップね、から、ちょっと水をぐっと飲もうと、口に含んだところね、昨日のカルピスで、これがすごい匂い発してて、まあね、乳酸菌、しかも一度口をつけている、夏場、いろんな悪条件が重なり、腐ってたんでしょうね。口に含んでね、軽く口の中、喉を、しかない。一応ボロタイムなんで、これ。ボロタイム。ちょっと喉を数ミリ入ったんじゃないかっていう感じで、あとバー出して、
突然の吐き気に襲われてね、そのあまりの匂いに。そこからブワー吐いてね、うん、吐き出してトイレで。で、リステリンとかで口の中洗浄して、なおかつね、ネットで調べてね、カルピス腐った飲んだみたいな感じで調べて、うん、で、なんかコーラとかがいいみたいな。コーラ飲んで、しこたまコーラ飲んで、うん、梅干しもいいって言うの。まあ胃薬も飲んで、うん、そして飲み会に来ましたねいやー、腹下さんくてよかった。もう夏場の飲み物皆さん気をつけてください。一度ね、口つけるとやばいです。大丈夫か？カルピス、あ、やば。お、でもバランスが。おっと、そこをくぐらなかった。あれ？いやー、夏場のカルピス、やばい。ね。あんな速攻吐き気くると思いませんでしたね、私もね。うん。なので皆さん、気をつけてください。次はあなたの番かもしれませんよ。こういう時困るよね。ここで、脱出していいのか、救いに行っていいのか。これがね、デッドバイデイライトの魅力よ。これ、ね、人間性が出るしね、選択を迫られる、倫理観を迫られるのよ。ただね、どっちを選んだってそれはね、人生。のぶちゃんの人生、それは。お？勇気あるねと思ったけど、やっぱやめたね。そうだよね。なんて言ったってこれ、エンドゲームコラプス始まってて、もうほぼ間に合わないんじゃないかっていう気がしますからね。え？ゲートの方に持っていくと見せかけて釣りますと。はい。まあそうだよね。そんなこんなでみんちゃんは、いや、あそこ胸が開いてるところに綺麗に刺さってたね、うん、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。皆さんも夏は気をつけてくださいね。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っておりますベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知が行くようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。